おまーく皆様、こんにちは関西ズで能楽堂のバックステージツアーにお越しくださいましてありがとうございます関西ズ・サブロータと申しますこの映像では、この能楽堂のことや能全般に関すること 私の特別インタビューなどを一部実演なども交えながらご紹介させていただきますどうぞ最後までごゆっくりご覧くださいこの能楽堂は2017年の春銀座6丁目に開場いたしましたまた関税能楽堂の正式名称は25世関税左近記念関税能楽堂になります25世関税左近というのは私の祖父のことですが祖父は 第二次世界大戦により焼失した東京大曲の関西会館を再建してその後1972年には渋谷区小島に新たな能楽堂を建設いたしました幾多の困難を乗り越えて生涯2度にわたる能楽堂建設を行いまた流儀の発展に尽力した功績を称えてその名前を冠していますまたこの銀座の土地は江戸時代には関西家が 幕府からお屋敷を配領していた地でもあるので銀座に帰ってきたという言い方もできるかもしれませんそして舞台に使われている板のほとんどは渋谷区小島にあった関西農学堂のものをそのまま使用しています今では手に入れることが難しい大変上質なヒノキの舞台ですが近くに寄っていただくと細かい傷が目につくこともあるかもしれません それこそが先人たちが舞台を懸命に努めてこられた証であって関西農学堂の歴史それでは能舞台の近くに行ってみましょうユネスコの世界無形文化遺産にも登録されている能楽はその誕生からこれまでに一度も途絶えることなく上演が続いてきた現存する世界最古の舞台芸能です 四季折々の豊かな自然を背景にして育まれた人間の喜怒哀楽や感情を脳はシリアスに狂言はコミカルに描き出します。やがて歌や舞を中心とした下部音楽的な側面が脳に、セリフを中心とした演劇的な側面が狂言にと分かれていきます。そうして約650年近く前の室町時代初期、脳楽の体制者として歴史の教科書にも必ず出てくる カンアミ・ゼアミという農薬師であり、農の作者でもあった親子が活躍して、現代の私たちが見ている農学の原型が出来上がりました。そのカンアミ・ゼアミこそが、漢字流の祖で、私たち漢ん家けの祖先となります。農は無の空間から始まって、その中に様々なドラマが生まれ、それがまた無に戻って、沈まるという流れをすべてお客様にお見せします。 これは能の生まれた室町時代に盛んだった禅の精神やあるいは人間の人生そのものを表しているのかもしれません。また能の演技ですが最大の特徴は能面を使った仮面劇であることだと思います。最も感情を豊かに表現する顔を隠すことで通常の演技とは違った演技方法が生まれます。また徹底的に削ぎ落とされた無駄のない演技が 独特の集中力と緊張感を生み出します。ご覧になるお客様には、すべての意味が分からなくても、舞台の持つ集中力の高さや音の心地よさ、舞の優雅さや力強さなどを、体全体で感じていただくことで、身も心も元気になっていただければと思っております。次に舞台についてご説明します。最初に目につくのが、 この屋根かと思います。これは、能舞台がもともとは屋外にあったことの名残です。明治時代になって、天候などに左右されずに上演ができるように、舞台をそのまま建物の中に入れたことが始まりです。また、本部隊は4つの柱で囲われています。これは、能面をかけて視界の遮られた能楽師にとっては、大切な目印であり、同時にお客様と舞台とを分ける 結界の役割も果たしていますまた舞台の奥の鏡板と呼ばれるはめ板には追い松が描かれているのが決まりになっています古来より松は常緑樹で老いてなお盛んに枝を伸ばし樹齢も非常に長いことからことほぎの象徴とされ神が宿る木として崇められてきましたまた鏡板の名称の通りこの松の板は舞台後方にありますが本来は お客様の席にある松が鏡のようにこちらに映ったものと考えられています能はその出発点が神事でしたのでどのような作品であっても私たちは常に神様に向かって奉納しているという意識を持っており神様を喜ばせることとお客様の心身を和らげるということを同一視していますまたこちらの左側に伸びているこの本部隊と幕の向こう側とをつないでいる部分を 橋がかりと言います脳では幽霊や鬼、精霊といったこの世のものではない主人公が登場する作品が多くありますこちらの本舞台をこの世とすると幕の向こう側の世界があの世その二つの時空の間にかけられたまさに橋として機能するのが橋がかりとも言われていますまた空間を立体的に見せるのにも非常に効果的な役割を果たしています それでは舞台に上がってみましょう能はしてや脇といった登場人物たちのほかに舞台後方にいる林方そして舞台横に座っている渋滞とともに作り上げる歌舞劇ですそれでは各役についてお話しさせていただきます 私もして方ですが能の主役のことをしてと言いますただして方はいつも主役ばかり演じているわけではありません大半の能楽師は重滞や舞台後方に座っている後見という役をすることの方が多いと思います重滞は西洋風に言えばコーラスですが舞台の情景を表現するだけでなく登場人物の心情や言葉を そのまま代弁するようなこともあります。舞台上では一人の登場人物と同じくらい大切な役割を持っています。また、後見は舞台後方にただじっと座っているだけに感じられますが、舞台裏では装束の着付けなどを担当しており、舞台進行がスムーズにいくよう大道具の出し入れなど多くのことを担当しています。また、不測の事態が起きて、 演者が演技を続けられなくなったときにはその役を代わって務めるという大変大事な役割も担っています。ですので特に本貢献と言われる人はベテランの能楽師や指定の師匠閣にあたる能楽師が務めることが多いです。そして脇方ですがこれは脇役という言葉があるように指定を支える役割を持っています。ただ脇役だからといって 小さな役というわけではなく、しての物語を引き出す役であったり、しての仇役であったり、また恋人役であったり、大変大きな役割を担っています。そういったこともありますので、脇は脇方という専門の役者が担当しています。また、して方は幽霊や神様、鬼といった非人間的な役を演じることが数多くありますが、 湧き方は生きている男性の役しか演じないため表をかけることはありませんそして囃し方ですが向かって右手から笛、小鼓、大鼓、太鼓という4つの役があります太鼓は演目によっては出ないこともありますがこの4つを見ていただくとメロディーを奏でることができるのは笛だけであとはすべて打楽器であることに気づかれるかと思います 林同士であるいは歌いと共にリズムを紡い上げることが能の林の一番大事な役割になります。特に統率者がいるわけではないのですが、お互いが発する楽器の音や掛け声でサインを送り合いながら作品を共に作り上げていくのです。そういった意味では単純に楽器の演奏者というよりは役者に近い感覚があるかもしれません。最後に狂言方ですが、 狂言としての喜劇の演目とは別に、脳の中に愛狂言として登場することがあります。これはストーリーテイラーとして物語をわかりやすい言葉で伝えたり、少しおかしみを持った言い回しを使ってお客様を和らげる役割を担っています。それでは次に舞台裏に行ってみようと思います。 能面の誕生は、能楽が成立する室町時代よりもずっと以前のことなのですが、現在使われている能面のオリジナルデザインが出来上がったのは、室町時代末期の頃であると考えられています。能面は我々能楽師にとっては命と同じであり、表面は決して素手で触らないなど、大変大切に扱います。また、表情が変わらない人のことを、能面のような顔、 というように表現することもありますがこの表に命を吹き込むのは能楽師で舞台上の演技では表が生き生きと感じられるように工夫されています例えばこの表を少し下に向けると悲しそうに見えたりまた上を向けると少し晴れやかに見えたり遠くを眺めているように見えたりしますまたこちらの般若の表はよりそれが分かりやすいかと思います 表の下半分は怒りの顔ですが、上半分は悲しみの顔になっています。般若は嫉妬により怒りが最高潮に達した女性の顔を主に表していますが、怒りだけでなく悲しみを同時に抱えていることが表現の奥深さを生み出しています。 次に農商族ですが農学の成立した初期の頃は日常の衣服を流用した簡素なものであったと言われていますしかし武家貴族社会に愛好されるようになってからいわゆる褒美として豪華な衣装が将軍や大名から与えられるようになりましたそして現在のような農商族が頻繁に見られるようになったのは江戸時代からであると言われています こちらは、カラオリと言い,いまして、農商族を代表するもので、最も豪華絢爛で、金銀をはじめ、様々な色糸を使って、草花や扇、風景花などが浮き彫りにして作られている職人の技術の結晶です。ほぼ女性の役専用で、着流しとして用いられるほか、上着として着用することもあります。また、こちらのように赤い色が入っているものは、 若い女性役専用ですが赤い色が入っていない地味な色合いのものは年を重ねた女性の役専用というように絵柄や色合いなどによって用途が細かく分けられていますそして扇ですが。 こちらにある扇は中継と言いまして、閉じていても中が少し見えるデザインになっていて、多くの役ではこちらの華やかなデザインの扇を用います。対して、今私が持っている沈め扇は、里人や下級武士などのごく限られた役で用いられます。こちらにあるかずら扇は、雅な女性の役を演じるとき専用の扇で、表に 当人風の女性たちが描かれ、裏には花車が描かれています。また、こちらの修羅扇は、修羅者という武将の幽霊の役を演じるときに主に持つ扇です。波が描かれているものは、負け修羅扇と言い,いまして、負け戦専用のデザインになります。能で描かれる戦の多くは、源平の合戦で、その敗者は平家です。 平家の侍のほとんどは海で命を落としているので、このようなデザインになっています。ちなみに、能で描かれる修羅物は、負け修羅の方が圧倒的に作品数が多いのですが、こういったところにも、鎮魂や敗者の美学を描こうとする能の特徴がよく表れていると思います。では、次に鏡の間に参りましょう。 こちらは鏡の間と言いまして、どの能楽堂でも必ず舞台横に設けられています。ここは、てが舞台に出る前に表をかけて自分の姿を確認するところですが、それだけではなく、自分自身の頭の中を整理したり、心を落ち着けたりする舞台に出る前に最後に気持ちを整える場所でもあります。そして、いよいよ舞台が始まるという時には、 各役者がこちらに集結して、お互いに挨拶を交わしたり、お囃子方がお調べと言って、音と心を合わせる演奏をしたりもします。ここで全ての役者が気持ちを一つにして舞台に出ていくのです。それでは普段演者が上幕から舞台までどのように見えているか体験してみましょう。 おまわ ご覧くださり本当にありがとうございました。いかがでしたでしょうか私たちは日々稽古を重ねてこの舞台に上がることを生きがいとしています。そんな舞台をぜひ多くの皆様に実際に能楽堂にいらしていただきご覧いただければ大変嬉しいです。まだまだ不安が続く情勢ですがお客様に明日への活力と希望をお届けできるようこれからも精いっぱい 舞台を務めてまいります。能楽堂で皆様とお会いできるのを楽しみにしております。どうぞよろしくお願い申し上げます。一番は能楽堂に実際に足を 運んんででもらいたいたってことが一番なんですがやっぱ気負いをせずにその能楽というものがあるからといってなんか例えば物語を全部理解しないといけないとかそういうのではもう全然なくていいんでもっと気軽に、まあ、初めからそう歌いとか所、まあ、作とかそういうのを理解するっていうのは絶対に無理だと思うんでやっぱり気軽に来てまあ歌いや、まあ、この能楽堂の雰囲気ってものですかを肌で感じ取ってもらって、まあ、それで寝てしまうのも仕方ないんですが。 気軽に来てもらって、やっぱり自分なりの楽しみ方。例えば能面だったりしたら、その彫刻が綺麗だとか。お装束だったり、お装束の感じが綺麗とか。コーラス、重体の部分。その音色がいいとか。その自分なりの楽しみ方を見つけるのがやっぱり一番だと思うので。まあ、とりあえず一度能楽堂に足を運んでもらいたいっていうのが大きいですかね。そうですね。まあ、能の演目っては0 0番ほどありまして。 1>, まあ1時間ぐらいのものもあれば2時間以上のものもあるんですが、まあ、やっぱり初めて見るのにその2時間とかのはやっぱちょっとまあきついというかあると思うのでやっぱりその1時間ぐらいの演目で例えば「天女の舞」などがきれいな「羽衣」という曲だったりこの,このぐらいのちっちゃな「雲の巣」という小道具がありまして、まあ、それを投げて華やかなんですけど動きがあるもの「まあ、土蜘蛛という曲なんですが、まあ、そのような演目がやっぱり初心者だと ご覧いいただきやすいでしょうか、ね、まあ一番大事なものやっぱり700年続いているものなのでなぜこれがなくならなかったのかというとやっぱり師匠や、まあ、自分の親からその能を、まあ、技術を受け継いでいくことが一番大事なことで、まあ、それが行われてきたからこそ700年以上の歴史があると思っているので。 まだ二十二歳の身なんですが、やっぱり父であるまあ先生の教えをしっかり吸収して、それをまだまあちょっと考えるの早いかもしれないですけど、まあ次世代にどうやって残していくか、それが一番大事なのではないかなと思いますね。この農学堂で行われる農とかまあ農学堂の雰囲気っていうのは、今の現代ってスマートフォンとかパソコンとか 情報が早く流れていてやっぱりすごい早い時間が体感的にはあるんじゃないかと思うんですけど能楽っていうのはまあゆっくりとした雰囲気、まあ、そういう落ち着いた雰囲気があるのでやっぱり別世界というんですかその、まあ、私たちが生きている喧騒の、まあ、別世界にやっぱり落ち着いてこられて、まあ、そ,のその世界を提供するっていうのがやっぱり今の時代の役割なのではないかなと思いますね。やっぱり 今の能楽堂は若い人があまり足を運んで下さらない状況だと思っているんですが実際その僕の自分の大学の友達友人たちに聞いてみますとやっぱその行ってみたいんだけどやっぱ気持ちがなんかそのやっぱちょっとしっかりしないといけないのかなみたいなことにこうなそういうふうに捉えるからちょっと足が遠ざかってるっていう言葉話を聞くんでやっぱりその公演っていうよりもどうやったら。 能楽堂に足を運んでもらえるか。っていうことを考えていきたいと思ってますね。そうです、ね。やっぱり。まあ、そのしての主役をしているときは。自分だけじゃなくて。まあ、舞台上で何が起こるかがわからないんで。やっぱり、あの。じゃ、世が残したことは利権の権って言葉がありまして。待ってるのに。その待ってる自分を。 なんだよ天井からっていうかその全体を見えるような感じの「目で見なさい」っていう言葉がありましてやっぱそれを一番意識してますね何,何事ににも対応応できるように臨機応変に、まあ、正直言いますと、まあ、やっぱり全部やってみたいっていうのは一番ありますが、まあ、そのと、まあ、気持ちとか時々によって変わるんですが諸先輩方だったり、まあ、自分の父である先生が回れている演目を見ると、まあ、自分も。 こういういうにやってみたいみたたいいな気持ちになりますね憧れっていうかもう物心ついた時から変わらないんですがやっぱり父が一番、まあ、憧れっていうかもう尊敬尊敬する能楽師父としても尊敬してますし能楽師としてもやっぱり一番尊敬していて、まあ、いつかその背中に少しでも追いつければいいなと思って今日々稽古に精進してますね。 今日の修羅の仇渡すを何の殿のかにのりつねとや Huh? たときとにえしはぬれいるかごめ時ときのこえときこえしはうろかぜのりけびとわかまつのうろかぜのりけびたかまつのあさわらしとぞなりに 去。<noise>